今日は大阪にさっき着きました。で、ちょっと時間がだいぶもうないので1時間もできないんですけども、ちょっとだけお付き合いください。では今日来たのはベビーフェイスプラネットさんの、2キロくらいかな、2キロくらいのホワイトソースオムライスを注文しました。ちょっとね、他の普段と違ってモザイクをかけれないので、他の方も絶対映らないように気をつけて撮るので、ちょっとアングルあれかもしれないんですけど赤だね。あ、これ赤サングラスじゃないんですよ、実はリンゴですリンゴです。私の推しキャラのリンゴと他の推しキャラたちの色で、今日はライブのために来まして、ライブの入場が4時からで、6時から始まっちゃうので、まあ遅くても5時までには会場に着きたいなと思ってるので、ちょっと高速で食べて高速で喋って帰ろうと思います。何も頼んでない。あと唐揚げが来ます。唐揚げはまだ来てない。ベビーフェイスプラネットさん、本当は大阪らしいさ、デカ盛りチャレンジとかを生配信でやりたかったんですけど、あの有名なチャレンジ店さん、みんな日曜日お休みなんですよ。で、定休日でやってなくて、片っ端から電話したんですけど、みんな日曜日お休みですって言ってて、丸中さんっていうラーメン屋さんだけ日曜日も営業してるんですけど、あの土日がめちゃくちゃ混むらしくて、日曜日はどうしてもそのランチタイムの時間だとちょっとチャレンジするのが厳しいですみたいな感じだったから、あ、じゃあ諦めようと思ってで、昨日全然どこも予約取れなくて、結局今日になっちゃって、で、新幹線乗ってる間電話できないし、どこも予約できないまま、ついさっき到着して急遽電話したら、こちらがね、受け入れてくれたので来ましたということです。ベビーフェイスプラネットさん、何もダメだ、呼ぶの申し訳ないので、唐揚げさっき注文してあるんですよ、10分前ぐらいに。なので唐揚げ来てる時にあのビールしましょうと思いますすいません早くて、今日ちょっとあんまりコメント読んでられないです。じゃあ食べましょうかね。あ、お客さんから紹介してもらっていつもありがとうございます。じゃあ時間が食べ物にアングル抜けますね。今日ライブ行く人いますなかなかでもゲリラライブで急に来た人が今日ライブ行く人って言わないから。ではいただきます。スプーンめっちゃでかい。これ食べるんじゃないかな、取り分け用だ、取り分け用です。普通のスプーンと比べるとこんなに違う。これでいくか、美味しそう、口に入るかちょっとやってみる、あ、これでいける、これで食べよういつも以上に早口でせかせか喋っております。思ったよりオレンジ系のご飯じゃないですか。 ありがとうございます、がんまるさん、ありがとう。時間なくなっちゃったから、ちょっと今日は1個にしとこう。おいしい、大好き。
でも、またすごく。この T シャツ L サイズ、男女兼用 L サイズだからめちゃくちゃ大きいんだよね。あ、そうそう、リュウケイって何？リュウケイって何？この作品ならリュウケイって何？新幹線すごい飛んでた。東京駅から乗ったんだけど。オムライスのシチューがけシチューではないな、ホワイトソース。うん、周りに鶏肉さんコロコロいるんですよ。なんだけど中はベーコンが入ってるご飯に、うん、超美味しい。私いろいろあったじゃん、あの凍結的な凍結みたいなあれがあってから動画も全部公開してなくて、今470ぐらいやったのかな、それのうち今多分70何本ぐらいしか動画公開してなくて、あのリアルな話収入が3分の1になりました。なんか普段さ、いいよいいよ気持ち的にありがとうって言ってるんだけどさ、今なんか物理的に物理的にめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。あ、でも全然あの送らなくても大丈夫です。あと私ちょっと気になったのが、今気になったんですけど、お店の有線の曲が引っかかって、あの海外によくわかんない会社に持っていかれちゃう可能性あるので、あの本当にお気持ちだけで、めっちゃ嬉しいんですけど、お気持ちだけで奪われる可能性ある。今日なんかね、私海外の変な業者に目つけられてる、そこからさ著作権侵害みたいなの訴えられるんだけどさ、今は英語かかってるんだけど、前に日本人の明らかに日本のアーティストさんの歌が海外の著作権に引っかかりましたって通知来て、いや日本のアーティストがこんなよくわかんない名前も検索しても出てこないような会社が著作権持ってるわけないじゃんと思って、で異議申し立てやろうと思ったんだけど、著作権侵害のやつ来ると異議申し立てやってもこっちの個人情報を本名から何から全部言わないとさ、異議申し立てができないシステムなんで、ね、YouTube って超闇だと思うんだけど、だからこっちは個人情報言えないじゃん、言いたくないじゃんそんな怪しい会社に。だから結局異議申し立てやれなくて、いただいたものを全部取っていかれるみたいな、泣き寝入りするしかないっていう状況になったことが今まで多々あって今日ちょっとね曲かかってて怪しいので、あの本当に先に言えばよかった。あ、でもね大丈夫だとは思う、大丈夫だとは思うけど、モデレーターさんたまに喋ってもらえれば。ドラコさんもあります。あ、そうそう、ドラコさんもあったって言ってた。今日のピアス何の形ですか？こういうやつ。ちょっとでもこっちの耳ちょっと調子悪いから、こっちの耳ね、ちょっと金属アレルギーちょっと。体調とか寝不足続くとさ、金属アレルギー起こす。ここカウンター席で正面がさ、外。外通る人から。見られる。うん、すごい。やばい、みんな赤サングラスだと思ってる。リンゴだよ。今日はミノリンゴちゃんのリンゴです。誰かライブ行く人いる？いないかな、なかなか。いないかな。いたら会場で私。会えます。でもさ、有明の時さ2階席だったからさ、上から降ってくるさテープ1本しか取れなかったんですけど、今回なんと大阪はなんとアリーナ A でした。多分アリーナ A ってめっちゃいい席っぽくない？ちょっと待って、あんまり買った店の名前とか入ってるからあんまり映せない。
めっちゃ嬉しい。私本当は友達にあげようと思って、私ちょっとね忙しくてなかなか大阪来る余裕ないなと思って、持ってるチケット友達にあげるって言ってたんですけど、友達が急に仕事入っちゃって来れなくなって、昨日一昨日ぐらいに連絡来て、やっぱり大阪行けないからチケットもらえないって急に言われて、おやばいどうしようと思って結局自分で来ました。誰かライブ行く人いない？めっちゃ美味しい。京セラドーム、ほんとさ、大阪のなんだっけ、丸善インテリアタックスみたいな名前の丸善なんだっけ、もうライブ会場でフードとか売ってるので、ちょっと早めに行って、前回食べなかったバニラアイスクレープ食べたいんだよね。それに、あらら、これ大きい。ポミエさん行こうと思ったの。なんかチャレンジ系がいいなと思って、チャレンジ系片っ端から電話して、日曜日定休日ばっかりで無理で、でその次にポミエさんだなと思って、ポミエさん連絡しようと思ったら電話出なくて、なんでだろうと思ったら、5日間の連休中だった。ちょうどポミエさんしかないと思って、ポミエさんの近くにホテル取ったの。あ、いらないこと言っちゃった。あと横綱っていうデカ盛りの、でもゾウさんとか吉坂さんあたり行ってたかな、そこも連絡したんだけど、日曜日で混んでるみたいで、席端っことか選べないって言ってたから、普段だったらさモザイクかけれるじゃん、万が一さ誰か映り込んでしまってもさ、私絶対モザイクかけるようにしてるんですけど、生配信だとモザイクかけるってできないので、万が一さ誰かが映っちゃったらさいけないので、いろいろ検索して、ここだと映り込まない位置があったので急遽来ました。ついさっきお店決まった、本当に。ホワイトソースもしたい、めっちゃ美味しい。あとココイルカフェさんも迷ったんだけど、遠くて時間がなさすぎて無理だった。ほうれん草とチキンクリームみたいな、もっともわさいって。昼間から飲んでる人いる、シロ会いに行きたいな。ここはね、あれです、13で1杯やれば安い、13で1杯、13って店の名前か。あとさ、私ついでに今日は泊まるしかないから、ライブが9時半ぐらいに終わるので、ライブ9時半ぐらいに終わるので、ちょっと食べ物アングルにするか、目だね。ありがとう、会場のカノンさんがちゃんとした正式名称教えてくれました。さっき私何て言った？13ってどこだろう。明日は西成行ってきます。西成にドッキリ取りに行こうと思って、でもさ、お店が定休日いつか分かんなくて、不定休って書いてたから、お店やってなかったら当日でも予約できるデカ盛りチャレンジ行きます、撮影に。夜もなんか撮ろうと思ってるけど、急に決まったから何も決めてない、まだ。とりあえず明日西成に行こうっては思ってる。全部読み切れなくて、関西に来るの水曜日にしてください。今日帰るな、火曜日の朝、昼になんか撮影したら帰る。やっぱ新幹線さ、ちょっと安い自由席でも 13,800
いくら片道でかかったから、その分撮影して帰らないともったいない。で、編集してる時間ないから急遽ライブやったっていう。時間が、あ、まだ3時過ぎだ。3時半目安に終わろうと思います。こっからさ、ちょっと駅まで通ってからのさらに電車移動して、一回ホテルにキャリーバッグ預けてからライブ会場に行くので、結構ね、ほんと気になる。これ絶対につけるのかける。うん、うん、あ、これ、もう切る。もう切ってない。なんか気持ちが焦ってる。ちょっとかけるとあんまり酸っぱいかも。大阪にあるんですか？大阪です。大阪です。たけやきさんがいろんな大食いチャレンジしてますよね。あ、そう、この間さ、ジャイアント城田さんとたけやきさんがさ、もんじゃ焼き食べてて、そこのお店5月いっぱいまでさ、行ったら目が、あの1リットルぐらいのメガジョッキーさん1杯サービスらしいんですよ。だから今日ライブ終わった後に時間があって元気あったら、そのもんじゃ焼き食べに行ってさ、あのたけやきさんの動画見ましたって言えば、あのメガジョッキー1杯サービスらしいんで行こうと思ってますが、行かないかもしれません。わかんない、気分眠いかも。夜行性で普段この時間に寝てるからさ、結局寝ないまま来たんですよ。だから限界来て眠くなるかもしれないし、ライブでテンション上がって眠くならないかもしれないし、だから、何飲もうかな、何飲めばいい、私の線の下の人何やるか分かんない。ナイスマイスト。あ、最近見るようになったよ、高松。何飲もうかな。もう私の線の下に丸善というところでだいぶないですね。そうそうそう、丸善インなんだっけ。あ、生ビールをください。はい、あ、2つ飲んで、2つ飲んでください。2個、はい、お願いします。時間ないから1つ。あ、ま、ありがとう。太郎山田さん、マルゼンインテックアリーナ大阪にこれから向かいます。食べ終わったら、ダメだ、注意3番すぎる。すごい気持ち焦ってる。おもろかった。あ、白田さん。白田さんなんで。水曜日のダウンタウンとかでもあんまり食べてないけど。でも白田さんさ、自分のお店じゃなくさ、全然関係ない行きつけのもんじゃ焼き屋さん行ってて、すごい笑っちゃった。あ、自分の店じゃないんだよと。ドラコさんが白タイヤでやってた。ロシアンさんが言ってた天満も来てほしいな。天満、歌バッチリ聞こえます。大丈夫かなね。ちょっと著作権怪しい可能性がある。ミュートにする。あ、だと喋聞こえなくなっちゃう。まあ引っかかったら引っかかったであれなんで、あのスパチャを気持ちだけ受け取るので、スパチャを投げないようにお願いします。さっき言うの忘れてさ、いただいちゃったんだけど、ちょっと怪しいかもしれない。海外に取っていけるかもしれない。え、
ところさ、ライブ行くって人いる？いなくない？関東祭り、秋田県。このビールで今日飲んでて。白田さん復活するの？いや、もう復活絶対しないと思う。お祭り楽しみだ。水なりは治安悪いと聞きましたね。めっちゃ悪いらしいんだけど、午前暗くなる前に行こうかなと思って明日。お店だけ来るかな。今日水なり問い合わせ先の電話番号とかもないからさ、もう行ってみないうちやってるかわかんないんだよ。東北の中から今年も東北三大祭り行きますか？あ、私仙台は確実に行くけど、秋田県と青森県は去年行ったから行かないかな。仙台は絶対行く。かな、七夕祭り。クリーム増したい。冷たいけど、このスプーンの音が嫌いで、後でミュートにして集めよう。お、ライブ行きます？嘘。ペコさん、ペコさん、ワルキューレライブ行く？私、アリーナ A 席にいる。近くだったりする。一緒に応援する。ぼっちだからさ、なんか一緒に見る人が欲しい。席近い人いないかな、ライブ。今いる中で。久々の赤サングラス、赤じゃないのだ、リンゴなのだ。今日休みだから飲んじゃったよ、コミマル。カメラの前、確かに。私を隠して見るやつ。お残しは許しませんで、全然残んない。足りない足りない。もんじゃ食べて、途中40分ぐらい寝てたよ。あ、見た見た。めっちゃ笑った。リアルだった。庄司さんとコラボして、庄司さんは山口県にいるからさ、なかなか、なかなかね、あっち行くとなると、ね、中間地点で打ち合わせとかしたらいける。なんかさ、この間、めっちゃ久々にさ、腹ペコツインズちゃんとさ、一緒に焼肉食べ放題行って、撮影とか全然関係なく、普通に食べに行ってさ、今度コラボしようね、みたいな話したから。同期なんですよ、2017年初出場組。私の同期は池田ママとツインズちゃんたち。なので、同期仲間って、バイバイなんか撮りたいから。ワルキューレの T シャツ着てる。そうだよ、爪もワルキューレにしたい。あ、こうか色が、あのサングラスがさ、ミノリンゴちゃんだからさ、他の4色で爪は入れました。気合入ってます。タオルさ、コインロッカーに持ってきちゃったの。タオルも持ってきましたけど、春代さんだ。春代さん、この間いただいたスイカ食べました。あの若松屋さんに送ってくれたやつ、めっちゃ美味しかった。昨日のメンバーシップ、おとといのメンバーシップライブの時も食べようと思ってたのに時間なくなってて、結局さ、お持ち帰りになった。
レコーディングあ、早物もだよ。この間さ、緑とピンクじゃなくさ、なんか緑と紫にしてエヴァンゲリオンみたいな組み合わせにしちゃって、あれの私な、あの時すごいボケてた。ピンクと緑セットじゃん、ワルキューレスさん知ってる人だったら分かると思うけど、なんであんな間違いしたのかさ、今のに謎なんだよね。編集するとき気づいた。並んでるときによっぽど熱中症になりかけてぼーっとしてたのかもしれない。意識なく言い終わってたからな。ライブ配信を初めて、いつも見てます、ありがとうございます。ドッキリドッキリ楽しみ、明日ドッキリ。え、待って、なんで太らないかなって言われてる。私めっちゃ太ったよ。 YouTube 始めた当初の頃42キロぐらいしかなかったのに、今50キロあるからね。多めの人でもさ、太んない人と太る人いるんだけど、私ガチですぐ身になる人だから体重落ちなくなっちゃった。普通に50キロあります。157センチしかないのに、みんなと比べたら普通にさ、ぽっちゃり。私が聞こえます。ちなみにそのライブ参加する仲間はいらっしゃるの？いないんですよ。一人で来ました、大阪。誰か行かないってさっきからさ、配信先に向かって行ってるんだけど。誰か一緒に見れる人いたら一緒に見たいんだけど、配信、ライブ行く人いないから。コースターとさ、三雲さんとさ、闇マキナと闇カナメ当たってないからさ、その3つゲットするまで会場の食べ物も食べたいから、今日は早めにライブ配信取り上げて、私はそのライブに行きます。でも157でさ、50キロって普通体型なんですよ。でも配信画面に映る人って普通体型だとぽっちゃりとか太ってるって言われるんで、美容体重か痩せ型じゃないと普通に映んないというか、だから私画面に映ってるとか普通に肉が本当に太った。夏までに痩せるって言いながら全然痩せてないし。さんというものかな、大ミーさん、大ミーさん、はじめまして、私もライブ初めてです、よろしい。健康体験みんな優しさの塊。あ、ライブね。でもさ、いつも告知したライブとか誕生日ライブとかの時やったけど、今日さ、もうギリギリ1時間半前とかに急遽告知したのに、こんなに集まってもらえるとありがたいです。ライブ参加する方は衣装とか持ち物で分かりますよね。確かに。私このまま歩いていくからです。あ、でも髪のさ、この飾りは恥ずかしいからさすがに会場に撮るから、飾りなしでこの T シャツ着てて、それっぽいと私です。力丸道頓堀店、食べ飲み放題プレミアムコース、すごい、和牛 A4 以上お肉で、撮影できるかな、撮影できるって言ったら明日の夜なら予定空いてるから行けるけど、もう最近肉食べ過ぎ、あ、でも肉ダメだ。あのさ、今私肉のイベントのイメージキャラクターやってるじゃん、だからそれが終わらないうち肉を極力投稿しないっていう大人のルールがありまして、やっぱりさ、紹介してイメージキャラクターやってるのにさ、他のところのお肉バンバン押してたらちょっとなんかダメっては言われてないですけど、暗黙のルール的にちょっとなんかね、やっちゃいけないんじゃないかなって勝手に思って控えてる肉。撮影なしだったらそれこそ牛角食べ放題とか、一昨日その前ぐらいかツインズちゃんと一緒に行ったりしてるけど、撮影ってなるとなかなか。プリンさん同じ身長、サトリさんお初です、納豆大好きですか。え、待って、納豆さん私ちょっとね申し訳ないけどね、すごい苦手な方だけど、でも食べれば美味しく食べれる。でもどうしても匂いが
あのね、毒氷がちょっと苦手でさ、なかなか自ら食べることはしないんだけど、あれば食べるし、食べれば美味しい。あの、なんだろう、だし醤油で食べると美味しい。はい、なくなる。うん、マリヤスさん160で50キロ。やばい、私よりめちゃくちゃ痩せてる。身長そんなないもん私。会場の食べ物美味しいよね。こうちゃんは痩せて筋肉減っちゃった。唐揚げ、あ、唐揚げカリッと系だった。さっき。あ、でも今さ、ポン酢かけちゃった。おろしと。しっとりになったかも。まだカルトしてる。歩いたら目立つしんで、サングラスかけて歩いたりとかしてないんですけど、とりあえず会場に行ったらフードコートにいます。フードコートコーナーに行きます。で、私はあの三雲さんと闇マキナと闇カナメ当てるまで頼みたいけど、並んでたら諦めるかな。誰かと交換しようと思って持ってきたんですよ、かぶったやつ。あの前回かぶってないやつは家に置いてきたんですけど、汚したらいけないと思って。私かぶったやつがあって、誰かと交換しようと思ってきた。これがかぶって余ってる、余ってるっていうかあれなんですよ、私の推し。だからさ、誰かとさ交換しようと思って持ってきました。自分でも注文するけど交換の方が早い。ただ交換ってなるとさ、私はあそれ欲しいから交換してくださいって言った相手がさ、それはいらないですってなったら交換できないから、運が良かったら交換できる。前回もさ2枚交換しました。ファッションショーしてくんないよね。いや私さ足大きくだし、足太いからさ、ちょっとあんまり全身写したくないんだけど、上半身痩せてんだけど、ザ日本人の体型でめっちゃ洋な背中だからさ、上半身 S サイズとかでも普通に着れるんだけど、下半身さ普通に M から L ぐらい、下半身太り。東北がそうなのかな、菅原さんもそうやって言ってて、わかるってさ盛り上がった時あった。東北関係ないか。妹さんもたくさん食べるんですか。うん、食べるけど妹今妊娠中なので、そんなに今ちょうどつわり、あ、つわり終わった。どうだっけ、妹ね今あんまり食べてないからめっちゃ痩せてる。元気そうでよかった。ありがとう。今日ライブ何時までですか。あ、もう食べ終わったら即帰るぐらい、本当にライブ会場に早く行って、私は残り3つのキャラをゲットしなければならない。でもさそんなに焦ってないでライブが始めたのには理由があって、実は最終日も行こうと思って、あのなんだっけ、幕張、最終日の幕張のなんかさ、今回がラストなんですよ、書いてる通り最後のライブなので。もうさライブってないからさ、今までなら1回しか行ったことないんだけど、1公演で今回全会場に行ってる。最終日4日、あ、3日、4日もいます。私さすがに配信とか何もやらないけど、撮影もしないけど、ウエスト52じゃん。ウエスト前めっちゃ痩せてたんだけどな、もう今ブックブックよ。やばい、コメントがずれてる。どこまでやんだっけ、ちょっとだいぶコメントくれてた。見ない。ウソさんもリアルタイム初ではないか。リアルタイムだ。ミントでしょ。ありがとう。あ、サクヨシオさん。東京、あ、じゃあ大阪市住みだから。ヨシ、ありがとう。明日西成行くよ。おすすめの店ある、西成。
なんか私調べて候補に上がってるのがさ、これ言っちゃったらちょっとあれかもしれないけど、ちょっと今日来てくれた人に喋っちゃおう。明日の名前のないたこ焼き屋さんか、めっちゃ安いラーメン屋さんか、ヤマキは多分混んでるから無理で、でも混んでなかったらヤマキも行きたいし、あと何おすすめある？西成。西成って何があるの？マミさん、前に見かけたんですが、動画撮影所との、全然いいのに話しかけてくれて、赤サングラスでガチで食べてる時以外だったらめっちゃキラキラ話しかけるよ。話、こっちからさ、喋っちゃう。おもせさんとコラボする気ありますか？おしんちゃんさ、ちょうど昨日だか一昨日連絡した。私ら、再来月、7月に新潟行くんですよ。だからおしんちゃんに連絡して、私、日にちまだはっきり決まってないけど、新潟行くから、っていう連絡した、ちょうど。全然約束とか何もまだしてないけど、先だから。ちょっと待って、コメントが、プレゼント交換だ。あ、ペコさん。そうだ、ペコさんさっきいるって言った会場に、私食べ物コーナー行くよ、とりあえず。ビール何杯目ですか？まだ3。ライブってさ、なかなか喋る方を優先にしたいからさ、食べたり飲んだりの姿って普段の動画でいくらでも見れるから、ライブって結構喋るの優先にしちゃって、そんな大した量食べないで、あの飲み物は持ってないか。交換したい、コンボ狙いですか？ペコさん、ペコさん何ある？個人的な話したらいいか、あのインスタの DM に連絡いただけ。午後紅茶、こんにちは。今の海外ファッションショー見てると、横に大きいモデルさん見かける。あ、大事だよね。だってモデルさん痩せすぎて病気になる人とかいるじゃん。そういうので問題になってるね、海外で。今日のワルキューレライブの様子も動画にしますか？あー、行ってみてドリンク変えたら飲むところ一瞬おまけで使うかもしれない。で、明日撮影する動画のおまけに前日の話って言って、ここの食べ物の写真とかを使おうかなと思って。惜しかった。アニメ局のライブに行くの？そうです。これからたこ焼きバー行ったことありますか？ないです。最終日いつ盛り上がるでしょうね。待って、コメントはつかん。ちょっと一回下まで。みおようこさん、コーチが会いたかったなぁ。あ、また来年行きます。大食いの友達って誰？友達、結構さ、大食いの人、私ツイッター何回も言うけど、ツイッターやってないから会ったことない人とは関わるあれがないんですよ、つながりが。だけど会ったことある人、基本的にみんな仲いいと思ってる。私は分かんない。相手からはさくらうずえくんもあるというか、みんなキラキラしてて、でも最近ご飯行ったんだって。それこそ腹ペコツインズちゃんとか連絡取ったのもしんちゃんだったり、あと私が凍結の危機だった時はいろんな人から連絡もらったり、さちよちゃんとかまやずちゃんもツイッターで拡散してくれたし、ほんといろんな人に助けてもらった。三宅さんとかマックスさんとか、西成は竹内さん詳しそう。確かに難波か、難波の角屋ってお店、豚足、あー豚足かな、食わず嫌いしてるな。福井県行った時食べたんだけど、あんまり覚えてない。美味しかったのは覚えてない。って言ってる間に、OK、 時間が40分には終われば。ホテルのチェックイン4時にしてるんだよ。ちょっと間に合わないかもしれない。電話しようか。今見ました。何食べてるんですか？オムライス食べ終わりました。あと唐揚げです。リンゴ型じゃなく、いつものハート型ですね。リンゴです。ピリピリ、葉っぱがついてます。リンゴです。あんまり上に上げるとさ、後ろにいるね、お客様が映ったら申し訳ないので、ちょっと下に向けてました。ご飯はチャーハン？
あ、なんか、なんだろう、ケチャップライスでもないし、バターライスでもないし、ホワイトソースがかっててあんまり分かんなかった。ジョーブログさんがオーナーの飲み屋さん、あ、そんなとこなんだ。え、行ってみようかな。有名ブロガー、あ、ブロガーさんじゃない、有名 YouTuber さん。一人鍋の鍋やマグロのすき身。え、待って、情報めっちゃあるんだけど、これモデレーターさんが記憶してくれるから後で教えてもらおう。今日上がってた名前の店全部教えて。キム山本さんとコラボしてほしいです。うん、山本さんお店辞めてから会ってないの。そういえばお店やってる時何回か行ってさ、めっちゃ気さくに喋りかけてくれて、いい人。あ、カカさん手先なの。あ、ありがとうございます。いただいちゃいました。お、見ない間にめっちゃいただいてる。植木さんと、あ、テニスさん待って、めっちゃいただいてる。メンバーシップのみんなから、カカさんもありがとうございます。本当にめっちゃもらってる。好きになったきっかけなんですか。あ、実はさ、私最初そんな興味なくてあんまりロボット系のアニメ全然興味ないから見てなかったんだけど、その頃まだ歌舞伎町で働いてた頃で、私がよくお世話になってるお客さん、あのいつも来てくれてさ、イベントとかある時助けにさ来てくれるようにさ仲いいお客さんいたんだけどさ、アニメ好きの人でアニメの話ばっかり していつも盛り上がってたお客さんがいて、その人が、あのマクロスデルタのアニメ放送される前に先行放送みたいなやつで、まだテレビで放送される前に先にこの映画館で1話と2話を配信するっていうやつ当たったから一緒に見に行かないかって言われて、あの歌舞伎町のゴジラビルの映画館のところでそれをやったんですよ。だから、まあ、いつもお世話になってるし行くかと思って行って、で正直一番最初見た時は第1話見た瞬間に女の子が変身しだしたから、あーこれ大人向けのプリキュアかなみたいな印象が正直あったんですよ。でも歌かかった瞬間に、え、何これって思って、大人のお友達向けのアニメじゃ全然ないと思って、あのちょうどいいところでかかるあのかっこいい前奏とかが好きで、だから曲と声優さんにハマった。曲にハマってから声優さんを調べて、そしたら声優さんがさ本当に一生懸命さもう頑張ってらっしゃるというか、そこに尊敬し、だから本当アニメファンっていうよりどっちかって言ったらさ声優さんのファン。あ、でも紫のさ、ジュンナちゃん、あの、三雲さん役の、あの子だけは声優さんと歌ってる人が違うんですよ。一番歌がさ、桁違いにうまいっていう設定だからさ、声優さんじゃなく、もう本当の歌詞を使ってて。だから、みんなうまい。みんなうまい。本当にみんな好き。でもやっぱりさ、推しとかあれだなと思ってさ、私は個人的にみのりちゃん推しって言ってるのはね、叫んでるように歌ってるのに全然叫んでないというか、透き通よく通る透き通った声と、あと感情の込め方が神って思ってごめんなさい、語り出したら切れなくなるから多分、あ、時間ないんだった、これ私語り出したら止まらなくなるからちょっと一回やめようとまだ大阪にいますか。ここ大阪です。今日さっき着きました。またゆかさんのオーブみたいね、ゆかちゃん今さ YouTube ちょっと休止してるから、待ってどこまで読んだ。植木さんとテニスの美和子さんでしたし、ちょっと一回下まで、あ、台湾人です。台湾の方いたやばい、一時台湾で通じるような中国語をそれなりに覚えたのにもう忘れてしまった。うん、そうそう、マクロスのテーマっていろんなタイプのやつ出てるけど、ロボットと歌と三角関係の恋愛の三角関係がテーマだって聞いたアニメ見ながら飲みたい。山勝、時間忘れて、いや、やばい、本当に結構今日本当に会場に行きたいから。アマンさん、この魚に会いたい。今日の夜と明日の
日中に出没する可能性ある場所をさっき言っちゃいましたもしあったら声かけてください。私は喋りかけられるの好きです。そういうの向かないと会場に多分お酒ないかな。あ、何飲めばいいって聞けばよかった。店員さん来ちゃう。沖縄ミックスフルーツサワー、ロンアルコールのオレンジです。サワーってこれお酒だけないの？サワーはお酒ですね。あ、サワーで。サワーでよろしいですか？はい、あとカボスユーズも。カボスユーズと沖縄ミックス。はい。以上でよろしいですか？はい。いやー、ここのお店あってよかった。ここがなかったら私行き場をなくしてさ、ライブやるかもって言いながらやんないで終わるとこしか。ゆいな、お姉ちゃん、そんなん先取って。待って。ゆいな、お姉ちゃん、ちょっと来て。京セラ？京セラってなんだ？ゆいな、お姉ちゃん、弟は？あ、姉ちゃん。こんな色、こなしてるところ見ない。明日は西成に行くよ。マクロスってパチンコの、ああ、パチンコとかはちょっと私が全く無知でちょっとわかんないんですけど。間に合うかな？あ、ねんねん。食べ物屋さんさ、誰だ？インスタに DM が来た。マクロスライブ行く人かな？京セラドームって言うんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？京セラドームじゃなかった気がする。あれ、略して京セラドームって言うのかな。なんだっけ、丸善インテなんちゃらみたいな名前のやつ。あら、何だか気になるから。いや、全然だよ、本当に。今日全然オムライスしか食べてない。液体込み 3.5 ぐらいしか入ってないと思う。チコ、あ、そう、ありがとう。さっきからさっきから太郎山田さんがめっちゃ教えてくれてる。まるでインテックアリーナ大阪。京セラスノーマン、あ、今日スノーマンもあれなんだ、ライブなんだ。へー、日曜日だからお子さんはよね。ね、ここさ、なんかホームセンターの2階だった。駅からめっちゃ遠いし時間ないと思ってタクシー乗ったんだけど、運転手さんによくわかんないところで降ろされて、え、ご飯屋さんなくないと思って、工場の裏みたいなの降ろされたんだけど、ホームセンターの2階にあったと。からしちらみ、あ、明日大阪雨、マジか。雨だったら西成行くのやめるかもしれない。13は13じゃない、重曹って言うもんね。あ、そうなんだ。さっきから13ってなんだろうと思って、安く飲めるってさっき教えてもらった。この辺でタクシーって言いますかね、呼ばないといない感じですか。はい、こちら出た側には通ると思うので。あ、通る、あ、分かりました。ありがとうございます。大丈夫だと思います。はい、めっちゃ隠れてた。本当にブレイキングダウンみたい。どういうブレイキングダウンってどういう感じ？ブレイキングダウンって何だっけ？なんかボクシングの人たちがやってるイメージなんだけど、あんまりっていうか全然見たことないから、なんだか分かっている。ゆっくり食べてたらお腹いっぱいになるとかないですか？あ、ゆっくり食べた方がお腹は膨れる。うん、 7W 初見です。うん、W だ。今日は W です。これが沖縄フルーツサワーと、これがカボスユズサワーお酒です。さっぱりかな。ああ、
通私酸っぱい系かと思ったら普通に甘い系だった。このお店お酒飲んでも酔わないの？大丈夫です。あ、わかる。店員さんが大阪の言葉喋ってると大阪いるんだって実感するし、あとエスカレーター乗るときにさ、ついつい左側に乗っちゃうんですよ。やっぱ東京に長く住んでるとさ、長くっても10年ぐらい左側に乗ってたんだけど、大阪ってみんな右側にいるの見ると、あ、大阪だと思う。ベビーバンで食べてですね、安いです。お相撲さんサイズを食べ終わりました。さくらちゃん本当トイレ行かないって若松屋さんのお母さんびっくりしてた。あ、本当行かないんですよ私、本当にもう5時間とか6時間全然行かなくていい。さすがにライブの前はさ、途中で退席したくないから1回行くかもしれないけど、あ、でも並んでたらめんどくさいから行かないかも。全然行かないからこそすぐむくむく。あ、根本さんスロット思ってスロットスロット中の日曜日だもんね。私も一緒に飲んじゃう。すぐね、西成は夜。ももさん、いや、さすがにさ、女性一人で夜西成は危険だって聞くからさ、明日の昼ぐらいに行こうと思ってる。夜はちょっとさすがに怖い、一回も行ったことないから。あ、って言ってもここも一応さ、西成区って言ってた、そういえば運転手さん。確か時間大丈夫。あ、やばい、行くか。今ねバタバタで、今日はライブを優先します。あ、鈴さんじさんもありがとうありがとう。あと唐揚げ1個しかないんですけれども、15時40。あ、今食べちゃった。西成は夜やめた方がいいですよ。あ、やっぱそうだよね。誰かお連れが行ったらいいんだけどさ、それこそあのさ、ボクシングのカメラさん。私もあんまり。じゃあ、なんか下から映すよ。あ、水だ。東京に上がるの？うん、この後さ、私はライブに行ってきますなので、ちょっともうね、もう会場が始まっちゃうというか、もうチェックイン間に合わんな、これ電話しなきゃ。いつもさ、ありがとう。いつもコメント動画上げるときに毎回コメントでギフトをいただいて。あ、そうだ、ジョーさんのところも行ってみたい。タクシーがすぐ捕まる呪いかけとく。ありがとう。来週幕張メッセ行きますか？行きます。最終日最終日行きますよ。じゃあ終わりました。あ、息飲みしたらまた凍結されるかもしれないけど、うん、ミミさんありがとう。特にバスあるかも。まあ、バス待ってるよりタクシー行っちゃうかもしれない。今日は時間優先。普段だったら金額優先でバス乗るんだけど、乗り間違えたら全然違う方行っちゃうし、今日は確保。ホテルまで確保。あー、ありがとうございます。佐藤司さん、司さんでいいのかな。司さんも私バスも酔うんですよ。しかも、おお、もちさん、もちけんぴもちけんぴ、もちけんぴさん2日間。あ、すごいね。なんかでもさ、有明の1日目とさ、大阪1日目がアンコール以外曲同じだったらしいんですよ。だからさ、私有明の時2日目行って、今日の大阪2日目じゃん。多分アンコール以外曲全部かぶってるんだよね。昨日にすればよかったと思ってホルモン29号。あれ、西成のホルモンって山としか知らなかった。じゃあ行くか、行こう。ちょっとすいません、今日バッタバタで終わっちゃいますが、ドライブ会場に行くので、会場に行く人一緒にライブを今日楽しみましょう。
ありがとうございます。急がない。ちょっとライブの6時ギリギリかもしれない。大阪来てから Google 地図バグったから細かいところは全然覚えてないけど、こんぐらいの勢いで迷いながらようやく駅に行きました。閉まってる。閉まった。間に合わない。やばい、あと3分。片っ端から掴みました。今日はいっぱい取れた。もんじゃ、これか。満席